も、たかしです。どうも、けんたろうです。はっ、夜市っていろんな特色があるんですけど、ありがとうございます、はい、何に対してありがとうって言ってんの？いや、もう今日食べるものを聞いてるんで、ありがとうございます、本当に。あ、なるほどね。あのね、久々に超大、もう期待すごいから、今期待値やばいから今。期待夜市っていろんな特色があるんですけど、はい、台湾の夜市って、はい、あの、ステーキ、はい、4杯も、はい、喋ってんだろうよ、お前本当に、はい、あの台湾の夜市って、はい、あの、2杯、はい、あの、ステーキも有名なんですよ、はい、お、今日はちょっと健太郎さんに、あの、台湾夜市 の、 そのステーキをぜひ食べていただこうかなと思います。ありがとうございます。もう本当楽しみね。ちなみに今日自腹なんでよろしくお願いします。なんでやねん、今日こそ出せよ。やめろ、その言い方はおかしいぞ。お前、いつもちゃんとお互い経費で出してるだろうな。メンバーシップを開設しました。よいしょー。メンバーシップはですね、特別動画やライブ配信、さらにはですね、限定イベントなんかも開催しちゃいますので、皆さんぜひ登録よろしくお願いします。してね。今日僕らサンフ、サンフ、ガンガンイエス来てますけど、はいはいはい、ガンガンイエス、僕初めて来たんですよ、この夜市。ここもお前5年住んでた、お前それ夜市に失礼なの、全部回れよ、お前。お前だって100個近くあるって言うじゃん。100個近くあんの？それは多いな。他の夜市と比べてどうですか？あの、入り口の食べ物はもうすでに美味しそうだった。ああ、それじゃあ他の夜市の入り口の食べ物は美味しそうじゃないということでいいですか？じゃあもうすでに魅力的っていう、他の夜市も魅力的だけど、よりね、お店が意外にぎゅうぎゅう詰めじゃないよ。ところどころ、よしよし空いてる。もしかしたら今日平日だから、そのちょっと空いてるのかもしれない。そういうこと？あ、前行ったさ、ラウフイエス。ラウフイエス。あそこはほら、観光客の方も結構いらっしゃるから、海外の。お、結構めちゃめちゃ混むじゃん。あ、でもここほら、多分地元の方が多いんだろうね。そういうこと？予想ね。あ、予想ね。だから平日だからすごい空いてるじゃないですか。はいはい、真ん中の服とか俺初めて見たかもしれない。こういうアクセサリーとか服とか。あ、そう。おう、え、でも待って、ケンタロウさんってさ、夜市どれぐらい回ったんですか、台湾で。はぁ、え、いっぱい回ってるに決まってるんだ。何個の夜市行ったんだ。いっぱい回ってるに決まってるんだ。何個の夜市行ったんだ。2、3個だよ、何が悪いんだよ。お前それでなんか、何が悪いんだ。俺なんか初めて夜市の真ん中にこういう服とか売ってるの初めて見たとか、そういう発言やめてもらっていいですか。いいよ。俺着きました。やば、何がやばい。今日行こうと思ってんのここです。え、もうビルじゃん。え、1階だけでしょ多分。1階だけだけど、なんかこの建物の中に入ってる感じなんだ。俺、てっきりあの出店っぽい感じかと思ってた。ああ、でもなんか台湾夜市のステーキ屋さんって1階がそうみたいな多い。あ、そうなんだ。そうそうそう、めっちゃ美味しそう。あ、でもなんか出店のやつも、まあ、あるっちゃあるか。え、じゃあちょっと中で食べます。楽しみ。ちょっと、あ、え、何、あ、結構いろんなテレビ番組も来てるんですね。あ、そうなんだ。じゃあ行きましょうか。え、行きましょう。安かったの今。そうっすね、お会計。え、2個で3杯バーって言ったよ。2個で、そうっすね、3杯バーだったんで。ステーキが。ちなみに、あの、台湾よいステーキ夜市は、台湾よいステーキ、どっちも分かるね。台湾よいステーキと、台湾よいステーキだよ。いいよ。基本的にドリンクも飲み放題で、で、スープとかも飲み放題。そう。ここも？そう、ここもそう。で、これほら、パンが。おしゃれ。ついてるんですよ。ファミレスっぽい。お店によっては、なんていうんだろう、なんかシチューの上にカップにこうパンが乗っかってるようなやつ。おしゃれな。あ、そうそうそう、おしゃれなやつね。そうそうそう、ああいうやつを出してくれるところもある。意外やん。おい、おしゃだな。意外。お店どういうこと。いや、意外におしゃだなって思って。ああ、それね、夜市ってなんかこう雑な感じがいいじゃん、なんつうの。えいよえいよみたいな。日本の夏のお祭りみたいな。そうそうそう、なんかレストランっぽいの。ああ、確かにそうっすね。そう言われたらそうっすね。ああ、これパン出てくるところとかびっくりなんだけど。あ、そう。しかもお会計もさ、はい、テーブル会計を初めて見たかも、台湾で。あ、でもお店、それはお店による。あ、そうなんだ、うん、多分忙しいからじゃない、このお店。おー、なんかさっきその家じゃないお店の前もう日本でボロボロだわ。お店の前、はい、あそこ見てたらさ、あのモニターでテレビ番組で。ああ、やってたやってた。だから結構あのいろんな番組も取材に来てるんだと思う。美味しいやん。うん、多分美味しいじゃないかな。めっちゃ期待していいやん。パウチーだい、パウチーだい、パウチーだい。やべ、取れてなかった。おい、なっか、なっか、初めて、え、なっか、え、どういうこと、え、え、なっか、なっか、なっか、マジでちゃんと入れてよ。なんかちゃんと入れてる。何スープだろうね。え、なドロドロしてるほら。あ、コーンスープ、コーンスープ、コーン卵スープ、コーンスープ。え、日本と違くない？ん、あ、でもファミレスのコーンスープってこんな感じ。あ、本当だ。ここのはめっちゃ日本のに似てる。他のところはこんなにコーンの味はしないんですよ。俺のイメージはミルクが強いのかな。あ、そうなんだ。なんか俺のイメージはそういうイメージ。トッパンも食べていい？はい、もちろん。これ何食べ放題？
いや、パンは食べ放題じゃない。スープとドリンクが食べ放題です。出てきた、出てきた。シェ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 。うわ、うわ、え、これ500円？はい。え、すごない？ボリューム。え、これが？はい。え、今一番驚いてるかも。すごいっすよね。すごいすごいすごい。そうそう、すげえ。僕鶏にしました。え、すげえじゃん。チキンです。僕はチキンにしました。え、すげえじゃん。こんなでかいわ。めちゃめちゃチキンもでかいし、牛肉もでかい。みんなさんってびっくりした。そんな顔になるんです。あの、ウォーリーみたいな。ウォーリーみたいになってる。とりあえずパンを食べてもらって。え、これソースつけていいですか。もちろん。サイド。うまい。パンだけで生きていける。あれ、え、なんか入ってる。え、何、おいしい、おいしい、おいしい。え、は、マーガリン、バター、何これ。え、これだけでおいしい。ソースいらなかったパターンだ、うん、うまっ、バター。まあ、ちなみに金田さん、これで、全てなんですけど、なんか日本と違うとこありません？ライス、ライス、ライス、ライス。日本はライスないんですよ、基本的に。めっちゃ文化の差じゃない。なんで、わかんない。俺も基本的に台湾夜市行ったら麺がない、あ、でパンがない、ライスがないから、もうボロボロじゃねえかよ。何がないんだよ。何がないんだ。ライスないです、基本的に台湾って。あの、あるお店もたまにあるけど、ほとんどない。ステーキは麺で食べるっていうのが台湾の人の感覚なんだけど、多分日本って逆に麺に乗ってたっけ今。いや、ないない、ないよね。それがない、それがない。階段、はい、おい、めちゃうまそうやないかよ。なんか夜市っぽくないな。そう、立ち食いじゃん、夜市って。ああ、まあ基本に歩いて食べますからね。いただきます。皿に乗ってこなかったらどうやって出てくる。え、あがる、お前うまいやないか、お前。あ、そう、めちゃうまいやないか。あ、そう。あ、じゃ本当に美味しいお店なんですね、多分。正直言っていいですか、値段がね、リーズナブルだからね、唯一そこまでやろうと思ったら。日本の焼肉って安いとこってさ、ゴムみてえじゃん。もう美味しくない、安いと全然美味しくない。日本は、台湾美味しい、台湾美味しい。そんなに美味しいの。うまい、マジうまい、マジ。ちょっと、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 じゃあ僕も一口。うまっ。お肉がしっかりしてる。そう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 。なんか上のソースの味が独特、うん、多分特製ソースなんじゃないかな。しょっぱさがあるんだけど、ちょっと後で甘みがあって。そう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 。お肉の甘みか、これ多分、うん、めちゃめちゃ美味しい。そう、美味しい、美味しい、美味しい。出ました。ちょっとチキン気になるで。チキンね、厚みがすごいのよ。誰の胸筋くらい厚いですか。そう、今それを例えようと思って誰かを考えてたんだけど、パッて出てこなくて。で、あの人の胸筋みたいにすごい。いっぱい。モンドさんみたい、モンドさん、モンドさんみたい。じゃあいただきます。うわ、美味しそう、美味しそう、美味しそう。来ていただきます。気になってんだよ、俺は。マジでうまい。てか、肉がうまい。肉うまいよね。チキンがめちゃめちゃうまい。お肉自体の甘みがすごいっすね。で、なんかすごいキューキューしてるっていう。噛み応えも少しあるし。あ、いや、このタレやっぱいいっすね。邪魔しない。そう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 。邪魔しないけど味付けすごいしてるから。ソース一緒？ソース一緒だと思います。ソース一緒だと思います。マジか。うん。ちょっとじゃあ食べます。はい、いいですか。はい、どうですか。あ、あれ、あれ、あれ、今これ動画止まった？あれ、動いてる、動いてる、動いてる。あれ、あ、すごい、すごい、汚い、汚い、面白い。何何、ちょっと待って、柔らかい、鶏の味しっかりしてる。お、柔らかい。お肉がすごい美味しくない？え、美味しい。ここすごいやん。さあ、ということで食べ終わりました。最高でした、ありがとうございます。大満足でございます。いや、本当にもうね、あの、台湾で肉がっつり食いたかったら、ここマジおすすめだと思う。ああ、確かに確かに。あの、コスパが本当にいいと思った。いや、本当に160元であれ食えちゃうってやばいよ。やばいっすね。で、しかも鉄板の上に乗って出てきたから、まあ、ファミレスっぽい感じじゃん。ああ、うん、で、日本のさ、日本にもあるのよ、そのサイコロステーキとなるいうものが。はいはいはい。それよりももしかしたらうまいかもしれない。しかも安い。安い。それよりも安い。そう、サイコロステーキ意外に高いんだよ。高いっすね、うん、より量も多くてがっつり食べれてうまいって。もう、いや、もう勝てないじゃん。見てください、皆さん。もう美味しすぎて、こいつ真顔になってますよ、ケンタロウ。もう本当に真顔ですよ。真顔。ちょっと真顔です。それ真顔なんだ。それ真顔なんだ。はい、ということで、皆さん、ぜひね、はい、このサンフグワンガンイエスに来たら、まあ、台湾の方は知ってんのかな。日本人の方がもし見てたら、行って、来ていただきたいですね。台湾の人これ知らなかったらもう損しておるやん。そうっすね。
そうっすね。てかもうこれ以上美味しいとこあったら教えてください皆さん。あ、そうですね、もっと美味しいところいろいろあると思うんで、ぜひ教えてください。はい、はい、ということで、もしこの動画が面白いと思ったらいいね、登録よろしくお願いします。そして僕たちメンバーシップもやっておりますので、はい、そちらの登録もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。